飲み物を飲んだらなんだか、いや、なんでもない。早く先に進もう。ここが肝試し大会の会場か。そ、もしこ、今のところと参加者たちは危険があると思う。言ってる意味がよくわからないのだが、つまりそうか。それに修行だから遊んでる。さ、お、あ、ね、そう、はあ、すまない、僕たち、あ、別にな、お願いだ、あ、説明、いや絶対、はい、怖がって、すまない、悪気は、そうなんだ。奉仕、ま、俺はた、お前らが探してるよ。礼を言う。どうやら、だが、なぜこ、奥が、だが、とにかく。ついてこ、もう。そ、とりあえず、もう知らな。待て、もう大丈夫。は、あれ？あまり、何が、何のにや、悪か、いや、他の人もいるし、お互い、はあ、謝るか。いいわ。いいんだ。いやだ。じゃ、これは、痕跡。どちらにしろ僕の予想、いや、まあ、さて。すまな、さっきの飲み物が原因、もし陽気が暴れ出した、仮に、すまない、この、いつもこのままだ、例えば氷すら、防具、素材、頼む、冷静、一人で歩き、だってどんな人間にや、おや、陰に、もしそれを一度でも目にしたら悪夢のように絡み、いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか。普通の人なら、あるに、私の、あなたみたいに階段を信じない人は、そん、あなたも、恩に着る、まだ少し、そうだ、素材さ、それ、妖魔どころか、ここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか。そうか、では。あれは確か、僕ももう少し調べたいと思った。二手に、僕には、逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。ああ、僕は。走るより飛ぶ方が早いよ。お兄ちゃん、線を鉄と、あの水だから、あの星を、全然線はまだ消えたくないの。だからお願い。じゃあさっき線なら面倒なやつを追い払えるよ。その代わり線を見逃してくれ。本当だ、ダメかな。うん、ダメ、あの水、線が、走るより飛ぶ方が早いよ。走るより飛ぶ方が早いよ。
お前さ、そう、正直逆に僕のだ、これ以上納得だが、今こん助けて、お、おい、皆さん、そんなば、みんな、なるほど、その子が僕の危機を知り、お前の話を聞く限りだと確かに害のある、わかった、だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕のす、いや、では行こう、ここの主催、ん、どうした、僕は善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、そうか僕はそんな、ああ、そうなのか、よかった、ああ。